こちらメッセージいらっしゃい料理企画。今回作っていくものは家庭とかで出たらだいぶおしゃれな料理になっております。でも俺でも作れるぐらいの簡単で単純な料理です。それがこちら。これ何だか分かりますか？天板です。はい、ここに具材を敷き詰めて作るオーブン料理をやっていきたいと思います。今回参考にする本こちら、天板1枚でごちそうオーブン料理の、僕が気になった、ノルウェーサーモンと緑の野菜の香草焼きというものを作っていきたいと思います。本当にすごく簡単だと思うんで、皆さんこの動画は絶対最後まで見てください。それではやっていきましょう。それでは、まずねこの料理で使う、そば米っていうのがあるんですけど、そば米に、下味をつけるためのまずこちらニンニク1かけら、みじん切りにしていきます。はい、じゃあニンニク終わり。こちらそば米、これね用意してもらったんですけどマジでねスーパーで売ってなくて初タイムってことで食べようとして、はい、じゃあ入れていきます。先ほど切ったニンニクを入れて、バター、こちらね、大さじ1、はい、塩コショウをね、適量、難しいですね日本語って。さあこれでガーリックじゃねえや、ペッパー、こちら混ぜていくんだ。ここ今ね他の動画のオーブン使ってるんですけど、ちょうど暖かくなってるんでここでバターをちょっと溶かしながらねやっていきます。それでは、次具材の方を切っていくんですけど、最初アスパラガス、こちらねちょっと豆知識で聞いたんですけど、ここの部分が、硬い、皮の部分硬いみたいなんで、ピーラーでね、剥いちゃいます。この作業をまずやっていきたいと思います。アスパラは半分に切っていきます。はい、じゃあね、アスパラとか切ってきたんですけど、他の具材を切る前に混ぜたそば米ね、いい感じにバターとかも溶けて混ざったので、これを鉄板に敷いていきます。次、盛り付けをしながら、他の野菜もカットするんですけど、ちょっと盛り付けをね、やりながらやっていきたいと思います。こちら、サーモン、約 500g 用意したんですけど、こちらに塩と胡椒、こちらをね、まずまぶしていきます。筋込んでいきます。やってくれてる知り合いの方の一人です。オリーブオイルをここでかけていくんで、失礼します。そしたらね、サーモンをマッサージしていきます。凝ってるとこないですか？はい、そしたらサーモンからこちらに置いていきます。アスパラを置いていきます。この色合いがいいんです。緑とこのサーモンのオレンジ色すごく映えます。はい、ズッキーニ、なんと僕料理でズッキーニを触ったのは初めて。こちら輪切りにして並べていきます。はい、ちょっとねアングル変えました。これでね皆さんに綺麗に見えます。このズッキーニを並べていくと、でこれ色合いだけじゃなくてこのズッキーニがあることによって今度形にもなんかシャレ度が増すっていうか、はい、次使うものこちらレモン、こちら無添加みたいですね。なので何も不安なく食べれます。縦から見て X の字に絞りやすいっていうね切り方らしいです。初めて聞きました。これも並べていきます。もうこれだけでおしゃれ。アボカド、特に言うことはないです。アボカドにはここだけアボカドの、アボカドの皮を、じゃあ切っていきます。で並べていきます。 OK です。180度今余熱でオーブン温めてます。温まったら入れて焼いて完成ということで、こちらで見せましょう。こうなっております。俺がね最初これを作りたいと思った時に見たのは焼く前です。
焼く前を見てうまそうと思って話聞いた、これ焼くんだよ。じゃあ待ちましょう。じゃあオーブン開けて、このオーブンがね2段になってるんで上に入れていきます。はい、そしたら30分でスタートと。焼き上がったら行きましょう。うまそう。はい、じゃじゃーん、できました。はい、すごい、もう理想の上をいきましたね。めっちゃうまそうな匂いする。じゃあこちら完成したんで、手伝ってくれてる皆さんと一緒に食べていきたいと思います。